はい、皆さんこんにちは、中野ゆかりです、フィギュアスケーター中野ゆかりチャンネルをご覧いただきありがとうございます。フィギュアスケーター選手たちが1年間どうやって過ごしているかということをちょっとお伝えできればなと思っています。まず9月からシーズン12月ぐらいにだいたいファイナルが行われます。もうファイナルに出たらあっという間に全日本選手権です。全日本が終わったら1月は4大陸選手権に出られる方は4大陸選手権に合わせて少し一度休息をされて、まあ一番最後のやっぱり世界選手権にピークを持っていく、4月から8月までがだいたい世界選手権が終わってオフシーズン、この間に振り付けとか、滑り込みの練習をいたします。シーズン入る前に比べてこのオフシーズンの方が実は気持ち的には休んでるんですけれども、練習量は実はものすごい積まないといけないんです。シーズンに入ってしまうとなるべく疲れを蓄積しないように試合があったら休まないといけない。そうすると練習ができない期間が出てきてしまうので、オフシーズン4月から8月までの期間にしっかりと練習を積んでおく、氷上の練習も陸上の練習も両方均等に積んでおくっていうのがやっぱりシーズンインした時に体力面でも持ちますし、休むことも大事なんですけど練習を積む、とにかく練習を積んでプログラムを何回も滑り込んで音楽も何回もかけて練習するっていうことがオフシーズンはすごい大事だなと。9月のシーズンに向けてもう新しい選曲、そして今シーズン、次のシーズンですね、次のシーズン何で勝負していくか、どんな曲で勝負して戦っていくかという、選曲、振り付け、そして練習、構成振り練習ですね、をもうそのわずかな期間でやらなければいけないんですね。でなのでこれはあくまで私の例で、他にもいろいろな選手はいると思うんですけど、私は大体もう4月にシーズンが終わったらもう5月6月あたりでいつもは渡米してアメリカに行きまして、アメリカの振付師の先生に選曲一緒にして、でその場で振付をして、で一緒に構成を考えて、でもうそれを1週間ぐらいでショートフリー、もしできればアイショーで使うエキシビションナンバーという、曲まで作ってしまう、3曲ですね、1週間で3曲作るんです実は、はい、作って帰ってそれをひたすらただ練習するっていうのがこのオフシーズンの期間なんですけれども、やっぱり自分の作ったプログラムってどうしても自分のものにできるまでだいたい最低でも2ヶ月ぐらいはかかるかなと思います。まずはやっぱり考えながら、音楽に合わせて考えながら振り付けを踊るんですけれども、それをどん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 毎日繰り返すことによって音楽が鳴ったらもうこういう振り付け、こういう構成っていうのがもう自然と体に出てくるようになるまでにやっぱり、もし早い人は1ヶ月ぐらいできるかもしれないんですけども、やっぱり2ヶ月3ヶ月置くとやっぱりいい味、そして間の取り方、呼吸の取り方っていうのが出てくると思うので、やっぱりそれぐらいの期間を置いて皆さんにお届けする、お見せするっていうのが、通常一般的かなと思いますし、私もやっぱりそうしていました。ただやっぱりいきなり9月にドーンと試合に出るのは緊張とかプレッシャーとかあったりするので、そのわずか4ヶ月間のうちにあるアイスショーとかで本番用のプログラムを滑って、そこでアイスショーで一回見せて評価をいただくっていうこともされる選手もいましたし、私自身もやっぱりいきなり試合で見せるのは不安があったりしたので、結構アイスショーとかで新しいプログラムを披露したりっていうことはありましたね。でやっぱりそうすると自分で映像とか、そしてお客さんに見せることによって、その先々試合で披露するにあたって修正ポイントとか、あここはこうした方がいいな、ここはこういう顔の向きの方がいいなっていうのが出てくるので、やっぱりそういった部分をアイスショーとかで見つけて改善していくっていうのがこのオフシーズンの、過ごし方かなと、私自身はそうしていました。ただただねひたすらスケートのことばっかり考えてても大変なので、やっぱりオフシーズンは比較的好きなものを食べて好きなように過ごして、なるべく遊んで練習をたくさんして、本番の9月10月のシーズンに向けてスタンバイできればベストだなって思ってたんですけれども、
私が困ったこととして、オフシーズンってどうも気持ちがゆるゆるで、気持ちもゆるゆるになると体型もゆるゆるになって、あのこの気持ちの問題なのか、なかなか一回太ってしまった体ってこのオフシーズンでそうそう簡単に落ちないんですよね。でもちろんあのオフシーズンなので、あのシーズンインした時よりもあの体型体力面であの困らないように筋トレやリクトレを、そしてあの他にもクラシックバレエとかダンスとかたくさんやるんですけれども、たくさんやってもなかなか体重が落ちなくって、本当にシーズンギリギリまでいつも粘ってあの体重を落としてたっていう記憶があります。一番はあのシーズンに入ると結構食べるものを我慢して、やっぱり体重のことが頭にちらつくので、どうしてもあのこれは食べちゃいけない、あれは食べちゃいけないっていう風にシーズン中は我慢してることが多いんですけれども、シーズンオフになったらなんかいろいろ食べたいもの欲求が解放されたりするのでいろいろ食べてしまったりして、それでそうするとひどい結果になって体重が増えてしまってそこから太るのは簡単なんですけど落とすのが本当に大変なんですよね。気持ちも緩んでますし、そんなに締まってもないですし、あの結構走っても走っても落ちなかったりして、私とかもなんか一生懸命汗とか、ちょうど夏って汗かける時期なので、普通はシーズン中ってなかなか汗かけないので、あの夏場はなるべく汗かいて絞るようにはしていました。そして9月ってもう始まっちゃうとなかなか落ちないので、もうそのまま維持をしなければいけないので、体重はなるべく8月までになんとか戻そうといつも努力していました。オフシーズン中はあの舞台鑑賞とか映画鑑賞とかたくさんのその見て吸収する勉強とかもしたんですけれども、一番はやっぱりお友達とそれこそカラオケに行ったりとか、あのショッピングに行ったりとかして、あの普段シーズン入ったらなかなかできないようなことをやっぱりオフシーズンにみんなで楽しんでワイワイやってました。ちなみにあの同じフィギュアスケーター仲間とかで行ったりもする？あ、はい、よくあの安藤美希ちゃんとかと横浜とかにショッピングに行ってお洋服買いに行ったりとか、はい、時々してましたね。あとよくお茶ですね、女子が好きなお茶です。お茶をよくあの練習後とかにして、はい、いろんな話をしました。ということで今回はフィギュアスケーターの選手たちが1年間どのように過ごしているかということをお話ししました。皆さんのフィギュアスケートにゆかりある日々が送れますように、チャンネル登録よろしくお願いします。